こんにちは。主食はお米です。今回の、スペダン選抜ガチャ。Cカードが、3枚追加されました。3枚のスキルを見て、すべて欲しいと思いましたが、考えに考えて、サイキック、ジェニーを引くことにしました。自分にとって、両脇の地雷も含めての、決定ですわら。サイキック、ジェニーのスキルですが、敵に森の力を帯びた、必中、爪属性ダメージ4回、追加で麻痺を付与します。対象をターゲットすると、盾破壊と、かなり使いやすいカードだと、思います。対象をタップしないでの、攻撃で、発動する、森帯も、かなり魅力的です。古文も優秀です。他の、新カード、弱虫エリート、騎士アニオロフスキを、横目で見ながら、ガチャを回していきたいと思います。いつも通り、一発つもなしわら。ここ最近、早めの、バチリが、ないんですよねー。静かすぎて、この時点で、もう出る気がしないわら。静かな、秋ですねー。もう冬ですがわら。出る気が、しませんねー。少し、流れを、変えてみましょう。皆さん、属性、いろいろですねー。おっと。このガチャじゃなかったわら。次で、確率ないですねー。やはり、出ませんねー。狙ったカードでは、ありませんが、ニューカードなので、OK ですわら。
散々外れたので連チャン戦かなー。マジかー。おう使えるカードなので OK です。3連チャン戦かなー。さすがになかったわら。SS カード確率以上で引いてるのですが、目的のカードが出ませんねー。ピクリとも言いませんわら。石、100個ねー。まさかですよねー。わら。はい、毎度毎度の延長戦です。私はこの延長戦結構強い方だと思います。5回以内に引くことが多いです。少しドキドキしたのは内緒ですわら。もらったー。がっくし。結果は村雨の3カードでした。週末別アカウントでまたガチャを回すかもしれません。ご視聴ありがとうございました。